外撮影のため雑音が入ると思いますが、ご了承ください。ずっとね、撮ろうと思いながら撮れてなかった100円ショップの観葉植物を撮影してみたいと思います。これだけね、300円。ドラセナ。名前が入ってないのもね、結構あるんですけど、他は全部100円ね。買ってから1ヶ月は経ってないんですけど、結構経ってしまった。これはね、器ちっちゃいんでね、植え替えますよ。ペペロミア。これ名前ないんかな。名前が入ってなかった。パキラ。もうちょっと育ってきてしまってますね。全部がね、若干育ってるんですけど、これだけは少し弱った気がする。復活させないと。これも名前なしかな。カポックね、ここのこことこことここは買った時なかったよ。育ってます。ゴムの木。これを、器を入れ替えて育てます。春に購入した観葉植物のその後です。すごいね、でっかくなったよ。だいたい5ヶ月後です。これだけが300円のもの。どうやって見せれば大きさわかるんかな。これも成長しとるけど、100円のやつの方が成長率すごいよ。これ名前わからんがだけど、この2つはまだちっちゃいね。ほら見て、パキラ。これ何だったっけ、名前。ペペロニアだったっけ。ペペロンチーノみたいな名前だったような気がするんだけど。これゴムの木。でっかくなったと思わんけ。これカポックだよね。まあもちろんさ、器大きくしとるけどね、下に生えとる側が、あのね、関係ないんです。多肉植物の巨大化してるんですよね。一番なんか弱ってたようなやつなんですけど、縦で、画面縦で撮影してみるよ。ほら、これ100円ショップの植物には見えんくない。これ名前わからんがやけどね、大体なんですけど60センチ。すごくね。どうしてこんなに大きくなったのかはよくわかりません。光を当てていたこと、水をやっていたことってごく普通なことしかやってないんですけどね。せっかくなのでもっともっと大きくなってほしいなと思ってます。まあ今からでもさ、寒くなってたら成長遅くなるんかね。どうなんでしょうか。じゃあで、バイバイ。